どうもこんにちは、たまちゃんです。さて本日はモータルダークネスというゲームを遊んでみましょう。こちら現在デモ版が公開されているディアブロライクなハクスラゲーのようです。映像を見るにキャラクターの描写はやや大きめで、カメラが寄り気味となっておりますが、その分精巧なグラフィックスになっており、アクション面モーションはなかなかかっこよく見えますね。もう敵の攻撃が地面を叩くと岩の破片が飛び散ったりと、もうエフェクト面も凝られている感じです。で、制作は個人とのことで、前作もディアブロ系のゲームを作られていたようですね。まあそちらも機会があれば遊ばせていただこうと考えておりますが、今作は一体どんな体験ができるのか、早速始めてみましょう。さあ、初めはキャラクターの選択ですが、オークにバーバリアンですね。あとはウォーロック、それとウィッチドクター、この二人は使えないようですね。どちらもガチムチだと思いますが、じゃあオークにしましょうか。ステータス割り振り、あ、これは初めから決まってんのかな。うん、そのようだね。移動はライトマウスボタン、 WSD じゃありませんね。昔のディアブロタイプだ。さあ、こちらに移動して、まずはちょっとしたストーリーですかね。愛でインベントリー、ドラッグ&ドロップ、これで装備できますと。他にはこれはマップですね。これは能力割り振りですかね。お、なんだ、現在5ポイントまで割り振り可能かな。あとこっちになんかありますね、スキルツリーが。じゃあとりあえずアジリティ、これとストレングス、この2つ上げましょうか。スキルツリーはこれはまだかな、ロックされてますね。でもスキルポイント2って書いてあるな。あ、ライトクリックで取れた。インパクトストライク、マナ20消費、ダメージ30。レフトクリックで、あ、ここに設定されましたね。1で使える。あともう1ポイントあるけど。これ取れんの？ブリリアントオーラ。あ、取ってみた。これも装備して、何が上がるんだこれは。何かが3上がりますね。ちょっと使ってみようか。まずは通常斬り。これが、斧で切るモーションですね。で、1で、なんだこれ。お。1を押した後に。おー、なかなか派手ですね。マナは画面左上か。こんな感じで、ちょっと出るまでね、時間がかかりますが。いきなりド派手なのは、とてもいいですね。あと2キーで、オーラが使える。押してるけど、特に反応ないな。ここに設定するだけで、なんか効果が出るのかな。カンニングアビリティが3上がる。カンニングね。あ、これだ。これが今3上がってるんだ、おそらく。これはマナにヘルス、それの回復速度が上がるというものですね。よし、わかった。じゃあこれ進んでみようか。スペースで、どっちだね。マナを使う。目標は、画面右上のミニマップ。それを見てもいいのかな？もしくは、これか。現在地はこちら。まずは、街があるっぽいね。この先に。敵との戦闘はまだかな？マップ上に黄色い表示がありますが、お宝マークかな。マナポーション。その他もろもろ回収しましたが、なんだこれ。これこっちにドラッグ&ドロップできますけど、こことこれ、どう違うの？インベントリーが、違いがわからない。さあ、どこかのダンジョンに着きましたね。これはお金かな？そのようだね。こっちには、お宝がありそうだけど。ありましたね。空っぽか。ここに敵がいるんじゃないの？赤いマーク。お、敵だ。さあ、敵がいますが、ガガ殴っていく。おお。カキーンって音が気持ちいいですね。とてもいい。こっちにもいるようだが、これはスケルトンか。スケルトンウォリアー。うん。戦闘が気持ちいいね。それがすごくいいよ、このゲーム。殴った時に
丸いエフェクトが表示される。それは気持ちいいんだろうな。現在地はここだが、次は1キーでまとめて倒してみましょうか。よし、行くぞ。おりゃ、うわー、あっと、まとめては無理でしたが、あの遠くのあいつにも当たるかな。当たったっぽいね。何も言わずに倒れた。で、マナは結構回復するんで、ガンガン使ってきますね。さあ、こいつ殴ってと、必殺。当たったかな？で、遠くの敵に当てても反応がありませんね。なんか落ちました？これは、コンボですかね？どっちが強いんだ？ 9 から12。ウェポンコンディションってありますが、品質ですかね？グッド。デューラビリティのことなのかどうか。威力は落ちるが、カンニングが増えますね。こっちに変更してみよう。ヘルスポーション。ここに設定できる。さあ、武器は変わったけど、モーションは特に一緒ですかね。うん、同じ感じだね。さあ、周りに囲まれてますが、いいぞ。金属攻撃気持ちいい。で、経験値はこれでしょうね。1000分の800。あと今のところ、お宝の位置がね、ミニマップ上に表示されるから。無駄な探索は不要ですね。あ、マウスカーソルで結構引きますね、画面ね。こんぐらい引けば、まあ、結構通常のディアブロライク。それぐらいの感覚で遊べるかな。で、このガチムチ体験をしたい場合はね、結構近づいて遊ぶ。それ良さそうだね。おりゃ。さあ、ついにレベルアップ。レベルが上がって、これで、ポイントは7。随分溜まってますね。じゃあ、たっぷりと、上げさせてもらいましょう。すると、スキルポイント4。同じスキルは取れないようだね。次は、これ、炎系ですかね。エリアフレーム。特定のスポットに対して。上はなんだ？マジックオーラ。これはマジックバフが、+3？ こっちは、これはインテリジェンスアップかな？うん、ここに設定すると。4つまで設定できるから。まあ、これが、ちょっとしたビルド代わりにもなってるんでしょうね。プレイヤーが、ダメージを受けた時に、なんか発動するみたいな。アースクラッシュ。下に行ってみましょうか。ちょっとお次は3キーで。お、敵が弾けますね。これで魔法が撃てる。おう、なかなか派手だね。で、4キーは、お、あーっと。4機も使えるんだ、これ。2位に。ダメージ40。これはダメージ12。さあ、ここには、新手がいるようですが、これ背景無視して、攻撃できる。一方的にやれますね。遠くの敵を。敵をまとめてやってみよう、次は。なるべく。よし、こっちだ。みんな集まれ。ほら。なんだ。ほら、発動。やばい、敵にも魔法使いがいる。なんかエフェクトが派手だ。そう、自信を当てて、F で何かしろって書かれてますね。何かがあんのかな、ここに。リング。指輪が地面に落ちてますね。カンニングが5から10アップか。これ二刀流できる？あ、できないか。なんだこりゃ。タウンポータルかな？いや、シュレイン。なんか能力アップですかね。一定時間。これは鶏かな？あ、鶏倒した。F で、鶏を採取した。うん。ミート。肉を入手しましたね。そんな要素もあるんだ。あそこにシールドが落ちてるようだが。まず倒さないとな。よし、勝負だ。おーっと、飛んできた。飛んできたが、やれないことはなさそうだな。いや、結構強いぞ。さあ、炎の攻撃で、燃やして倒す。いろいろ拾いましたが、これは、両手持ちかな？いや、片手ですね。ここの、見た目とてもいいですね。なんか影にグラデーションがかかってんのかな？それはすごい綺麗だね。美しいよ。画面の設定でもう少し品質は上げられるっぽいんですけどね。ウルトラとかにしましょうか。
パソコンがうるさくなるかもしれませんが、今ちょっと見た目がガラリと変わりましたね。他にアンチエールスとかどうだ？4倍。これはあまり変わんないかな。画質ウルトラにすると、やっぱそれなりに良くなりますね。そこいつぶった切る。ここに何かあるよ。これがポータル？敵が出てきた？よし、切れ。やったか？これは壊す必要があるのかな？魔法で炙りましょうか。おりゃー！やったー！背景の樽とかもちゃんと壊せますね。ここになんかあるんだけど。上か。ウォッチタワーですね。お、橋の下になんかでかいのがいますね。あいつとそのうち戦うんですかね。どうか行ってしまいましたが。よし、では本日はここまでにしましょうか。今回はモータルダークネスのデモ版を遊んでみましたが、これはアクション面がとても良く、斬撃が何よりも心地よいので、この部分をもうとことん強化していってほしい、そんな作品でした。で、グラフィス面はとても美しいので、今後の進化に期待したいところです。もう気になった方はぜひダウンロードして遊んでみてください。じゃあ、というわけで実況はたまちゃんでした。